はい、どうも、こんにちは。沖縄、おばばでございます。はい。えー、これね、えー、まあ、ライブドアニュースかなあ、ヤフーいや、ライブドアですね。ライブドアニュースの記事なんですけど、えー、まあ、世界各国でね、はい、えー、まあ、人口減少が起きているという話でございます。はい。 え世界各国で人口減少が起きているという話でございます。はい。日本すごいですけどね。はい。日本すごいですよ。トップレベルですからね。謎のね。謎の人口減少が起きてる。日本はね、トップでございます。はい。なんて言ってもね、えー、本当はまあ、一番目は、あの、例のウクなんですけど、ウクはね、ドンパチやってるんで、そりゃあ減るよね。 っていう話であってねはいいでで番目にいい来てるのがヌッポンでございますでまあ何番目かわ分かりませんけどこの記事の中ではあお隣のね「K の国」ですね「K の国でやばいことになってるよ」と「はい K の国でまあやばいことになってるよ」と自分のことを棚にあげて言ってますね、はい。今対策を打っておかないとこれね えー、とんでもないことになるよっていうことを言ってます。今対策ね、あの、少子高齢化の対策ですね。少子高齢化の。はい、えー、まあ,あ、人がね、 えー、いろいろ減っていくことは全部この少子高齢化のせいにされますからね。はい。えー、でもね、えー、まあ、これあれなんですけど、まあ、統計ではね、ヨーロッパとかね、えー、いわゆる若い世代ですね、40代までの若い世代がどん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 イオンしているっていうことがすごい話題になってるんですけど、<laughs> なぜか日本とか、まあ、韓国とかのアジアではあんまり騒がれてませんね。多分ね、そこそこね、 えー、4してるとは思います。まあ、これ見ててわかりますよね。なんか芸能人とかね。はい、あのー、若い方でもね、そこそこ若い方でも、最近結構4するようになってきましたからね。はい、年寄りばっかりの問題じゃないです。はい、どうしてなんでしょうかってことなんですけど、まあ、これについてはね、えー、言えません。はい、言えません。ということで、はい。えー、わかりますよね、皆さんね。 はい、えー。どこの国でも起きるの当たり前なんですよ。はい。当たり前だのクラッカーですね。まあ古いですね。知ってる人はいるかもしれないけど。はい。当たり前だのクラッカーでございます。はい。えー、どこの国でも起きてきてます。このね、えー、いわゆる少子高齢化による人口減少です。<laughs> はい、えー。実際違いますけどね。はい。まあね。 えー、そういうことですよはい日本だけじゃありません、えー、お隣の K の国でもね韓、えー、の国でも騒ぎ出しましたということです、えー、でもねなんか分かってると思いますよ上の人間ははい、わ、えー、かりませんわかりませんどうしてなんでしょうって言ってるんだけど実は心の奥底でね分かってるけど言えないんだよねっていう話なんでしょうねはい まあそういうことでございます。えー、まあね、えー、だいたいね、えー、まあそういうもんなんですよ。あの、この世界の仕組みというのはね、表に出てくることの方が、まあ珍しいんでね、こういうことは。はい。表には出てきません。はい。 ええー、まあそういうことですね。まあ表には出てきてますけど、おまあ出てこないようにしているという。<laughs> まあそういうことでしょうね。知る人ぞ知るというものになってしまいます。はい。ええー、まあそういうわけなんでね、えー。我々どうしてね。はい。何回か言ってますけど、なんでね、お花畑にね、えー、住んでると、 頭がね、えー、ポジティブなことしか入れないってなっちゃうと、おかしくなるかっていうと、この辺です。はい。えー、まあね、えー、これね、えー、中華圏ですね。台湾でも同じように言いますけど。はい。庶民のことをニラと言います。ニラ。はい。ニラですね。ニラ。はい。ニラちゃんなんですけど、ニラちゃんはね、お花畑ですね。に日本のね。 日本語の、はい。ニラちゃんはいつね、えー、刈り取られるかわからないと。はい。えー、好きな時に、まあ、死のハイハーイのね、そうがね、えー、好きな時に刈り取って料理しちゃいますよっていうことなんですよね。まあ、これはね、えー、まあ、いわゆるシープルも同じですね。好きな時に、まあね、えー、羊ちゃんをね、えー、まあ、閉めてね、はい、閉めて、 でね、お料理しちゃいますよってことなんですよね。まあ、そういうことにならないために我々は目ざ、目覚めるという必要性がある、あるんですよ。はい。まあ、そういうことでございます。はい。えー、まあね、えー、なんだか話が逸れてしまいましたけど。 どこの国でも一緒だなぁと思いました。はい。言ってること一緒ですね。少子高齢化でございます。はい。で、えー、謎のね、大量の4も全部これのせいにしようとしてますね。はい。えー、そういうことでございます。はい。でも多分ね、彼らわかってるでしょう。はい。だってね、あの、スタンフォード大学のね、あの、西教授が言ってましたからね。はい。えー、見ましたからね、私、あの、動画を。はい。 えー、まあね、やっぱりこの錦糸町あたりの講演会に行けるような富裕層の人はね、えー、みんな知ってるよということでしょうね。えー、まあそういうことです。はい、えー、それではね、えー、こちらの記事も貼っておきます。どうやらヌッポンだけじゃなくてね、K の国でも騒ぎ始めたみたいですね。はい、えー、貼っておきますんで、皆さんよろしくお願いいたします。沖縄おばばでございました。 はい、それではまたごきげんよう。にゃー